ジオは対決するということで、この方にお越しいただきました。どうぞ。ボナルチャンネルのマサです。ボナー、ボナー、よろしくお願いします。本当に面白い。私いつもの人です。はい、今回の対決は何ですか。はい、今回はこの前の動画でスライダーとカーブをお互い教わり教えしました。しましたね。はい、そこで今回はその球種だけで3打席対決。よっしゃというわけで、自分がピッチャー、マサさんもピッチャーで、自分がピッチャーの時はお二方に3打席分って言ってもらいます。で、自分の投げる時はカーブしか投げません。なるほど。はい、で、マサさんがピッチャーの時はスライダーだけ投げます。なるほど。3打席勝負ということで。よっしゃー。はい、実際打ってみたかったよね。そうですね。じゃあ、早速やってみましょう。はい、カーブだけなんで、打ちます。打ってください。まあ、カーブだけなんで配球とかないんでね。いきます。初球のストレートになっていこう。おっ、おっ、カーブから入ってきたよ。カーブから、ひたすらカーブを投げます。おお、あー、やばいやばい、あー、やばい、いやー、ちょっとこったか。今のはどうでしょう。アウト。まあ、お互いがね、納得いく状態で。ちょっと上がった、ちょっと上がった。今のはライトフライでよろしいでしょうか。いや、センターフライで一人でやってください。センターフライでね。アウト。いきます。立ち込みます。頼むよ。いや、いい球なんだよな、マジで。なんか分かって、なんか想像してる以上の落差なんだよね。なるほど。カー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 言われました。おいしょ。おーっと、打ってやったよ。もう全て見切りました。おっ、おっ、高めで入った。高めで入ってると思う。あれ、打ちに行くのストライクになるんだよ。ストライク。わーっと、わーっと、ファール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 。さあさあ、両者のプライドがかかったこの対決、勝つのはどっちだ。行くさあ、プレイボール。わーっと、プレイボール。おーっと、これは。これはレフト前ヒット。逆。逆。間違えた。普通に間違えた。セカンドゴロ。セカンドゴロでよろしいでしょうか。ということは負けました。身長高いんだ。アウト。お。ナイスピッチ。ありがとうございます。チェンジ。強い打球を打てばね、ヒットに見えるからね。そうですね。とりあえず芯に。芯で捉える。タワちゃんの目、レアなヘルメット、ヘルメット映像が。すげー、避けちゃう。おー、初球。おー、初球。あー、これはセカンドフライですね。打たせて取るピッチングです。いやいや、打たれて取られただけだよ。危ない。おお。危ない。おお。いや、次何が来るかわかんない。ライト。はい。ああ。投げただけ。ライトフライ。ライトフライ。ライトフライです。さあ行こう。ここで打とう。いや、お、打った打った。これは。お、いった、いった。お、いった、いった。これはいいんじゃない。お、これは左中間いった。左中間いったんじゃない。左中間いった。
ダチューカイ。はい、では対決終わりまして、見事めいちゃん勝ちました。イエーイ。声がちっちゃい。絶望してる。まあでも皆さんいいバッティング全部外野に運ばれました。ねやっぱキャッチャーいない分ちょっと変化球のあのコントロールがちょっと甘かった。そうなんです。早いキャッチャーです。そうですね。なるほど。ピッチャーがちょっと投げづらかった。バッターが良かったわけでもピッチャーが悪かったわけでもない。キャッチャーがいない。なかったから。ごめんなさい。はい、というわけで、まあこういった対決もね、今後いろいろやっていきたいなと思います。はい。はい。で今回コラボしてくださったボナールさんのチャンネルのリンク概要欄からぜひお願いします。お願いします。それではプレゼントコーナー行ってみよう。今週のプレゼントコーナー。はい、今週のプレゼントこちらになります。はい、こちらの変化球対応のバッティングマシンですね。はい、こちらを1名様にプレゼントします。1名様です。お疲れ様です。応募方法はチャンネル登録をして動画の感想かこちらを書いてください。お願いします。お願いします。はい、そしてこちらのマシン欲しいよっていう方はぜひコメント欄にマシン欲しいよっていうコメントお願いします。お願いします。はい、そしてまだ応募期間中のプレゼントもありますので、そちらにコメントもお願いします。お願いします。この後は次回予告。完璧完璧